ストーリー以外の遊びはここを見よ、コンテンツガイド、こんな お悩みはございませんかということで、どんなコンテンツや遊びがあるのかわからない、各コンテンツの参加条件がわからないみたいなお悩みがあるときはコンテンツガイドで解決。はい、使い方です。メインコマンドメニューから作戦を選んでいただいて、でその中に遊び方ガイドというものがございますので選んでいただいて、その中にコンテンツガイドというものがあります。はい、ということでコンテンツガイドに関しても実演してみようかなと思いますので、千代さんよろしくお願いします。はい、承知いたしました。雨降ってますね。雨降ってきましたね。作戦から遊び方ガイド、コンテンツガイド、こんな形 で左側にバージョン、対応したバージョンが表記されてまして、で各コンテンツが見れるという形になってます。はい、で例えば日替わり討伐クエストを選んでもらえますか。はい、そうすると日替わり討伐クエストとはといって、そのコンテンツの説明が下の窓に書いてありまして、はい、で参加条件があるコンテンツに関しては参加条件も一緒にそこに記載されています。でさらにその、コンテン右下にコンテンツの場所へ移動するというボタンがあるんですけど、ちょっと押してみてもらっていいですか。はいはい、そうするとちょっとグレーアウトしちゃってるんですけれども、その日帰り討伐クエストが遊べる街に飛べるという機能がここについてます。これどこでも行けるってことですもんね。行けます。ただちょっと今このユージ君のキャラの、はい、進行状況的にジュレットの街しか行けないので、すいません、本当に始めたてで、はい、他の街に行けないんですけどまあ実際はその皆さんは白くな冒険進めてれば白くなっていくと思うので、行ったことある街には飛べるようになってます。はい、はい、私はジュレットしか行けないので飛んじゃいます。これですぐ町に戻れて、しかもすぐ討伐隊員さんが近くにいるという素晴らしく便利な機能ですね。便利です。素晴らしく便利な機能です。はい、でコンテンツガイドなんですけど、さらにこんな お悩みももしありましたらというところで、まあ、今メニューの遷移説明させていただきましたが、ちょっとメニューの奥にありすぎて開くのが手間だよっていう方がいると思います。そんな方にはよく使うセリフに登録できるので、やってみていただければと思います。こちらもちょっと後で実演させていただきますね。で2点目が、メギストリスに行きたいけどルーラストーンがないという状況とか、まあ、先ほどご説明した通りジャンプ目的としても使用できるので活用いただければなと思います。ということでこちらも実演させていただければなと思いますので、ゲーム画面お願いできますでしょうか。お願いします。はい、じゃあよく使うセリフに登録してみましょうか。はい、作戦でしたっけ。はい、でいろいろ設定 の、コミュニケーションの設定 の設定、よく使うセリフ設定ですね。よく使うセリフ設定でセリフ内容変更で、はい、はい、いっぱいセリフがありますね。じゃあそのなしのところに登録してみましょうか。はい、でそのタイプを選択して、はい、下の台その他ですね。その他、はい、でさらに下そこを選択していただいて、ここにいろんな各種機能をよく使うセリフに登録できるんですが、この中にコンテンツガイドもありますので、コンテンツあった、コンテンツガイド、はい、で決定をしてください、はい、で登録は完了なのでメニューを閉じていただいて、はい、ででよく使うセリフから選ぶと開くと。おお、素晴らしい。キャンセルボタン長押しでよく使うセリフが開けて、 そしてすぐにここにアクセスできる、はい、素晴らしいですね。で、まあ、施設ガイドについてはタブで切り替えられますので、はい、まあ、コンテンツガイドと施設ガイドを両方登録する必要はないかなとは思いますが、はい、確かにすぐ切り替えられる。